ジュニアの選手、そして、まあ、今回フランスのジュニアでは2番手だと思うんですけど、フランスの選手、そしてまた日本の選手がどのぐらい頑張ってくれるかなっていうところなんですね、はい。まあ、ジュニア選手はどうしてもまだ演技の安定度という点ではもう少しということありますので、まあ、それ以外にも失敗をしなかった選手でも十分上位に来る可能性があると思います、はい。さあ、ルーマニア優勝候補の一人です、ハタガン14歳。この週末技が非常に素晴らしいですね。後ろに振り出して前にもあるんですね。そうですね、多くの人がやはり後方車輪から後方系に回る降り技で降りる選手が多いんですね、ですから前方系